じゃあ続きいきます。入るから、自分の右足をつま先を軸にして一度ツイストします。自分のかかとを外に押し出すから入れます。その時に自分の胸を上に引き上げます。こっから戻す時にチェストポップを打ったらそのまま体が下に引っ張られる感じ、こうです。これを横からこれがはい6で6。次この右足をスライドします。スライドは右足を後ろに、横から見ると右足をスライドするときに左足をかかと上げます。ゆっくり、もう一回、もう一回、こうですね。これを今日はこの足をまっすぐ引くんじゃなくってちょっと回してきます。半円を描くようにこうします。5678。上半身は、バトルの相手を挑発する感じ、ドン。で最後ポイントとかでも面白いですね。ここから2 3 4 5 5 6 7 8です。ここから先ほどやった1円掴む、これにつなげたいと思います。まず左足から7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 1、下に2 3 4、回します。5 6、下がる。フットワークをいきます、ね、下半身の、動きやねんけどもちょっと遊ぶ感じで、音を鳴らします。こんな感じですね。で、それをこう音楽の中に足の感覚を
このリズムと音楽のリズムを合わせる感じです。で、下半身を重点的にリズムを取ってください。で、例えば上半身でスイングしたりとかチェストポップをしたりとか、こういろんな動きをするのは、あんまりこうリズムっていうよりは動きで、下半身はそれをリズムを取るっていう感じですね。じゃあ紹介します。まず一つがカウントを取るときに1、2、3、4っていうリズムと1、2、4、7、8、1、2、4、これでねちょっと違います。例えばずっと同じ感覚で踏むと1、2、3、4、さっきのリズムでやると1、2、4、こういう感じですね。少し違います。あとは両足を順番に上げる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 、少し変える。こんな感じですね。これがよく使われるような、足の動きです。あとは、あんまりこう、リズムっていうよりは音楽を BGM みたいな感じで曲の雰囲気と自分のテンションで合わせててハマった時にリズムを取る、こういうのがすごく大事だと思います。あとはディオームのニューシングル聴いてください。これは左足をキックした時に後ろへ、それを2回続けます。次は前足を引き上げる、後ろへキックする。次は入れ替えます、入れ替えます、入れ替えます、入れ替えます。そう、はい、ニューリリース、ディオムナイトでした。You wanna battle me?